第1回目1回に2回、2個しかねもらえないからね。そうです。いいですか、はい、食べましょう。いただきます。時間がね決められて60分間なんで、なんかさもらいに行く時間もさカウントされるからさ、うん、ちょっと混んでたら不利だよね。ね、まあ60分間超ずっと同じペースで食べれなそうだけど。あ、すごいビニール袋もくれるんだ。その中に入れるの、うん、ゴミを。ゴミ入れてください。なるほど。面白い。いただきます。どうぞ。すごいいっぱいあってさ。うん、迷った。とりあえずまずはショートケーキ。そうだよね。さてしーちゃんはケーキを何個食べれるんでしょうか。美味しい？うん、美味しそう。お、早くも1個完食？うん、早っ。まだ3分ぐらいしか経ってないんだよね。食べ始めてからは。まだ最初だから。そうだよね。どんどんペースを。でもあと12時42分までだから。目標は何個？5個。12時42分。おお。結構まだ時間あるね。うん。12時42分までだよ。まだ11時36分だけど。うん。ほんと1時間もあるね。まだまあゆっくり食べな。60分制限。60分なんだけど、なんかちょっと多めに書いてくれてるのかな。だって12時42分ってなってるよね。たぶん混んでたからかな。頼むぞ。おいしい。これおいしい。やばい、おいしそう。めっちゃおいしそう。待って、おいしい。富士屋だからね、ケーキうまいもんね。すごいおいしいよね。うん、このケーキ美味しい。美味しい。ママもそれ頼んだ。美味しい。すごいペースに。まあゆっくり食べなね。60分も絶対そのペースじゃ続かない。でもね。まだ余裕？まだ余裕。ね、このケーキ美味しい。これ絶対美味しいよね。これだって。すごいね。もう一個ぐらい食べそうだし。何個ぐらいあったケーキ？結構あった。3、40ぐらい。お、マジ？あ、でも多いよね、ここね。多いよね。はい。ついてる。ついてる。なんかついてる。追加点もお願いします。おかわり。お、行ってきます。おかわりですね。おかわり。行ってきます。いらっしゃい。うん、かっこいい。第2弾。おいしそう。おいしそうだよね。なんかこれアップルパイ？そう、アップルパイとモンブラン。うん、あ、モンブラン。すごい、モンブランおいしそう。モンブランね。うん、5種類、6種類ぐらいあってね。そうだよね。ナンバー2にしてる。ナンバー2あるんだ、そういうのが。ナンバー2とか。へぇ。ナンバーワン探したんだけどさ、ナンバーワン見つからなかった。そうなんですか。マジ、なんか気分的に食べたかった。うん、いただきます。いいね。ナイフもあるよ。切るから。うん、ちょっと待って。あ、ケースに入ってんだ。食べづらい。美味しそう、それ。美味しい。美味しい。やばい。マジやばい。美味しそう。
待って、やばい。やばい。当店ナンバー2だけある。ワンが気になるね。そのワンに探すのにね、うん、ないの。聞いてみれば。おすすめ、おすすめ2で、ワンがない。ワンはどれですかって聞いてみれば。あ、確かに。うん、それで2だったら1は もっとすごいんじゃない。おいしい。おいしそう。マジで。1ショートケーキかなと思ったの。ショートケーキみたいなのでね。違った。お腹きた。急に来た。まだゆっくり、うん、まあ、まだゆっくり食べな。まだ時間はいっぱいあるからさ。マジでお腹いっぱいになってきた。案外食べれないもんだよね、やっぱね、ケーキって。今何個目？4個目。あと1個のクリーム。でも危険なの。今の時点で危険。急に来るね。美味しいのも確かに。もうちょっとだって12時42分までだから、まだまだ時間ない。なんかそのモンブラン重そうだしね。重いね、うん、ずっしりタイプ。運動ね、休憩と運動。お肉一個食べる。食パンは食べてる。いいかな。別にいいんじゃない。しょっぱいパクチー。一口ちょうだい。ありがとう。やっぱお肉って美味しいね。お肉みんな美味しいよ。6個目、うん、5、6だね。4個食べたからもうこれで元は取ったんで。そうだね、元は取り、もう十分に取ったよね、元は。しーちゃんはだから子供だから。あ、そっか。1480円だからもう1個4、500円でしょ、平均で。4、500円ってことはもう余裕で元取りましたね、すでに。まあ、ゆっくり食べましょう。とりあえず4個ケーキを食べたということはすごいですよね。どう、プリン？おいしい。美味しい。普通のクリーム？カスタードっぽい。カスタードっぽい。12時。マンゴーが。12時9分です。マンゴー美味しいよね。マンゴー美味しい。42分までだよね。うん、多分もうすでにお腹いっぱいのようですけど。元は取ったんです。元は取ったから、ね。
画像でも見ようかな。ああ、納豆巻きの画像。納豆巻きの画像。何見てんの？納豆巻きの画像見てんの？ね、美味しそうじゃない？はい、ついに残り一口になりました。ほら、ないですね。食べます。はい、これで6個ですね。はい、6個からレインボー。やめてよ、やめてよ。最後の最後で大丈夫？ポテトも完食ですね。まあ、これはみんなで食べましたけど、ね。はい、ごちそうさまでした。記録は6個です。まあプリンが1個あるけどね。ケーキが5個にプリンが1個、計6個食べました。まあ、時間はねちょっとだけ余ってるけど、もうでも12時33分だからいい時間だね。そうだね。42分までだっけ。本当だね。はい、どうでしたか。いただきあってケーキが一つ一つ美味しくて、うん、やっぱりね美味しかったね。幸せでしたね。ママも1個あのケーキ頼んで、別に頼んで食べました。美味しかったですね。美味しかった、めっちゃ美味しかったです。美味しかったですね。ね、もう満腹。しばらくはもう甘いものはいらない感じ。いらないですね。そうだよね。もうしーちゃんが、ね、5ヶ月はもうしょっぱいものできてくる。そうね、しょっぱいものが恋しくなるよね。ケーキの食べ放題ってね、しばらくはね。はい、まあ、念願のケーキ食べ放題、はい、どうでしたか。ちょっときつかった。後半後半きつかった。そうだよね。やっぱ4個ぐらい、3個ぐらいが美味しく食べれる。ギリギリ3個ぐらいが。そうだよね。4個あたりからもう打ってきてたもんね。打ってきてましたね。さすがに甘党のしーちゃんもやっぱりちょっと味が単調なケーキだけだとね。パフェとかだとさ、まだアイスとかさ、こうちょっと味が変わるじゃん。だからいけるけど、やっぱなんかこうケーキだけだとちょっとね、同じ味似たような。そう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 、それも違いがあるよね。はい、じゃあまあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。